最大で10日間続いたゴールデンウィークも今日が最後。セントレアではお土産やスーツケースなどを持った観光客の姿が。メルボルンに長男が住んでるので、それでゴールデンウィークを利用して行ってきたんですけど、すごい気持ちくて自然もいっぱいで空気も良かったです。足を出して電車に乗れるのが楽しかったです。タコのあの刺身、動くやつとかユッケとか、全般的に韓国料理美味しかったです。しかし今日も1ドル153円台で推移した円安の中、直撃したのはお財布で。20年前にもう私はバリ島行ったことあるんですけど、日本の3分の1とかそれぐらいだったイメージなんですけど、同じぐらいで、ああもうすごい高かったですね。ハンバーガー一つでも2000円ぐらいするので、もうシェアしてそんな感じで節約で。中には外食を諦めた人も。キッチンがついてるホテルだったので、スーパーに行って自炊してちょっと食費を削ったりしました。一方、東海道新幹線の名古屋駅、ゴールデンウィーク中のぞみが全席指定とあって激しい混雑はありませんでしたが、上りはほぼ満席に。トイプードルと一緒に帰省したというこちらの女性は、ドッグフレンドリーなところに行ってきました。東京に住んでるとなかなか犬にとってはやっぱり窮屈が強かったので、すごく伸び伸びできて新緑も綺麗でとても良かったです。さらに名古屋土産にこちらの男性が選んだのは、コメダコーヒーの小倉トーストサブレ。ちょっとさっき緊急で買った感じなんですけど、なんか名古屋限定なのか分かんないですけど書いてあったんで、会社の方に